みんわかんないわこんばんは皆さん台湾のお兄さんなんだろうれコウモリありがとうございますはい可愛いのにだって受けるノーメイクの中に化粧してるんですよねすいません薄いだけでしてるんですよすまじであの本当化粧してない瞬間って実は私皆さんにあまりお見せすることなくてですねまあ、ほとんど化粧してますすいませんなんかごめんねみんな あの普段はねしてない時間の方が長いよそれ私お仕事の時以外あお出かけする時以外かな家にいる時マジで化粧してないから本当にだからお家にいる時はお化粧してないことの方が多いけど外出てる時はお化粧してることの方が多くて皆さんは私が外に出,出ないと会えないじゃないですか外に出たところで会えないんですけど私は公園でないと公園出やってる時はもちろんもうお化粧バリバリゴリゴリなのですみません さん何だ猫、ね、の花火ありがとうございますチェンさんコウモリありがとうございますお菓子いるだって大丈夫です当日コスプレしたりするですかしたりするですか難しいな日本語ええー、しません <laughs> しません爆笑爆笑,笑しないです当日はそうですねコスプレをしないあ 当日はじゃあ HKT48 のコスプレでもしときますでも私公演でないのでそれもちょっと無理ですねあの本当トマジで何もしませんすいません失礼自民ハロウィンだったらしてもいい目なんかちょっとキモいね格好外すわ外すんかいっていうねえよりかさんコウモリありがとうございますコンサートで見かけてからおわかりになりが気になってしょうがないだってイエーイ <laughs> イエーイ本えですか見かけてくれたんだコンサートで嬉しいそうコンサート出てたんですよ実は私皆さんに言ってなかったんですけどありがとうございますコンサートねありがとうございます久々動いてる感かな嬉ちゃしいえ TikTok は動いてる認定されないんですか リアルタイムってこと公園出てたけどな私公園見てよ孔明さんえー、こなんだっけこコウモリありがとうございますなんかすごいキノコとか言いたくなっちゃうたタケノコとか言いたくなっちゃう起きててよかっただって早く寝なさい私全然寝ないくせに言うけど早く寝なさいこの前久しぶりに違和感にあの尻尾見たら惚れただってええー ふざつばきさん可愛い,いありがとうございます私ですね今コンタクト入れてなくてですねあのちょっと裸眼だと何も見えなくて目が痛いのでちょっと目をパチパチさせていますけど許してくださいまあ、でもスクショしてる人なんていないと思うので大丈夫ですよねスクショしないでくださいお願いしますスクショしたい人はスクショしたいですって言ったら私が最後にスクショタイムをするかもしれないからその時以外はスクショしないでくださいよろしくお願いしますあこういう時にフリですかって聞いてくる人好きじゃないのでやめてくださいぎゃーん フリフリじゃないですホンちょっとあのねだってどうせだったらさお互い可愛い瞬間がいいんじゃないですかみんなもさ可愛い私のさ顔の方が良くないなんかさちょっとなんか不細工のさ瞬間のスクショ撮っちゃった時気まずいじゃんでささ私させっかくだったら可愛いい顔してる瞬間撮りたくないだからさスクショしたい 今日の私好きかもみたいなあ今日のなんか髪型好きかもとかまあいつもそれただけどでだったらあの今日スクソしたいですって言ったら一番最後にイエーイってするからその時まで待ってくださいだから私がずっと瞬きしてても誰も損ないですよね OK 椿さつばきさんかわいいありがとうございます伊藤ごまさん天ぷら間違えましたすみません <laughs> コウモリありがとうございますちょっとコウモリって苦手ですわやめてください皆さんシロさんだるまありがとうございます 小太郎さんコウモリありがとうございます。今日何してましたか息をし,息をして、息をして、息をして、息をしていたらいつの間にかこの時間なっていました。あ、荷物を整理していました。えー、これさっき答えました。ニコラーさん、ハッピーハロウィーンハッピーハロウィーンありがとうございます。ほとんど会えたらもう嬉しい。そうですね、外出ても会えないと思います。ごめんね。ひしみらこうさん、あコウモリありがとうございます。昨日の TikTok のコメント編嬉しかった。なんか TikTok、ちゃんといいなとかコメントとか 返そうと思うので皆さんいいねとかコメントとか返してくださいあとなんか拡散をしてくださいお願いしますなぜならば反応が多いと私がやる気が出るからですポンタロウさんクマさんありがとうございますありがとうクマ31日にコスプレ配信するとプレゼントもらえます誰からですかあなたからですかうんどうしようかなえダメですかなんか自民ハロウィンじゃダメですかダメちゃゃんとし,たしなきゃダメじいいらないや

あと私あのすごい街中で声かけられることを多くて知らない人にあのそれが怖いので多分あのすごい顔してると思うのであのえおすすめしないですねはい <laughs> あと街中で私あの息をしているだけなのであんまり人の声とかにも反応しないのでちょっとすいませんって感じではありますけどあのダメージないと思いますけどおすすめはしてないですいつも。 おたむらさしこさん、ああ、コウモリありがとうございます。伊藤くまさんもコウモリありがとうございます。さつばきさん、かわいい。ありがとうございます。ニコラさんもコウモリありがとうございます。なんだろう、あのメンバーという時とかだったら元気だと思いますけど、一人で歩いてる時は、私、まじで、あの、本当に、本当にちょっと歩いてるだけなんで、あの、あ、もうおすすめしないです。そう、だから、いぶきとかひじりとかと一緒にいる時の私は、それは元気ですよ。そんな一緒に歩いてるの、なんかこんなんで歩いてるわけないから。えー、わかる。めっちゃそうだよねとか言ってる時に、声かけられたらなんかあー、こんにちはってなるよ。そりゃ。 でもあ、私はテンション低い時に、なんかこうやって,ってるだけの時になんか、あ、なんか、中野さんですか、とか言われても、なんか、え、あ、あ。そうです、そうです。だれかじゃなっちゃうから、あ、もう、すすめじゃないよっていうだけです。ね <laughs> はい。ほごくのさん、焼き芋ありがとうございます。今年焼き芋食べてないですね、私。ニコラーさん、コウモリありがとうございます。福岡ライブはたったよ、あえちゃうね、だって、おお<ー>、楽しみですね。 あたか行くでたってお今日が当来だったんですかねどうなんですかね公園当たらなくて会えないでもあのふ人増えるから当たると思います確率アップ単純に2倍です最近店主の尻尾置くと嬉しい店主の尻尾しかしたことないのよ逆に言わしてもらうけど逆に言わしてもらうと尻尾以外したことないですニコラさん可愛い,いありがとうございます明日3時半起きやけどとりあえず若にあんな配信待ってた「マジですかごめんね」なんか遅くて私最近4時くらいに目覚めちゃってそっから寝れないんですよね クソしたいですだって後でしてください。変顔が好き。あちょっと趣味はなんでて別の人のところにお願いします。さようならバイバイ。なんかごめんね。私変顔絶対したくないからさ。好きじゃないの私。アンチなの。だから、なんかごめんね。しかも昔の話だよね。これ。すごいごめん。私が一個一個さ反応してるからすごい昔のやつだと思うんだけど。なんかごめんね。あの本当に。私変顔しないから変顔好きだったらちょっと私とは意見が合わないかもしれない。バイバイ。なんかごめんね。 ニシプーさん、うん、コウモリありがとうございます。フランさんもコウモリありがとうございます。二時。なんだ二時って、やばいわかんないわ、これ昔だよね、絶対。なんかごめんね、わかんなくて。早口がすごい、わかる、今すごい頑張ってる。もう全部読もうと思って、頑張ってます。いえ。伊藤のさん、ああ、かぼちゃありがとうございます。さつばきさんもかぼちゃありがとうございます。難しいんですよねー。 なんかみんな笑ってる。なんで笑ってるんだろうこれ。は、は、はき、はきみさん。あー、えっ、ー、と、コウモリ、ありがとうございます。コウモリ私苦手なんですね。あ、そう、マイさんのね、あの、やつ出ます。今朝、追い消しました。今朝、追い消しました。朝起きちゃうんだよね。みたいなツイートして、なんかちょっとキモいなと思って消しました。私、ストーリーとかもめっちゃ消しちゃうんですよ。なんかごめんね。こかほんと見た人はレアンかも。みたいな。イェーイ。 本当私めっちゃツイッターも消すしインスタも消すしなんであの何でもかんでもいつまでもあると思うなっていう感じですやっぱ失ってから気づくじゃないですか大事なものってそういう存在になりたいなみたいなはいなのであのあんま気にしないでください別にあのなんだろうそんな意味のある追消しじゃないですちょっとキモいな追消しですね日野内さんコウモリありがとうございます にの声聞きながら寝落ちかなだってあー私の声で寝れますかねでも私の声眠くなるっていう人多いんですよね多分しゃべるスピードが速いだけであってあの速くだと多分眠くなるんですよ何言ってるか分かんないからね逆にぴったりかもみたいなやったあおいちゃんさんあーかぼちゃんありがとうございますのぞみさんうーコウモリありがとうございます 先日のパジャザラを伺いました。若いあのでダンスと表情素敵でした。命の使い道のセリフは本当にすごかっただって。ありがとうございます。ちょっとね、なんかあの、ね、あれだったんですけど、その日、ごめんなさいね。ちょっとって感じだったんですけど、セリフね、テれ、みたいな。ちょっと恥ずかしいな、みたいな。あっ。あ,あってなんか感じでしたね。ちょっと。まあでも、結構私自分に酔いしれるタイプなので、4回くらい見ました。珍しく。あの自分の、 演技とかはあんま見るの嫌いなんですけど、私、セリフだったらいいかなと思う。ちょっと四回くらい見ました。ちょっと。やるやん。思いましたね。まあ、でもちょ、あ、もうちょっとこうだなとかも思ったんですけど、ちょっとそうすると、なんか。恥ずかしいので、あんま言わんときます。いえい。通じそうって、なので見ちゃいました。だって、あ、全然見ててもいいんですけどね。一回はツ,ツイートしてるので。 TikTok も消消ししててるよねあ昔のやつは全然消してます最近消さないように頑張ろうと思っててなんかでもやっぱりさなんかちょっと鼻悪いなと思ったら消したくなっちゃうので皆さん是非反応してください葵ちゃんさんだるまありがとうございますハートもありがとうございます命の使い道のセリフは自分で考えるの自分で考えたら私は助けてなんて言わないかな多分 <laughs> そうですね自分で考えてないですねすいませんあ自分で考えてる方が良かったかな って言っとけばよかったかな、うん、違います私は決められたことを言ってるだけです自分で考えるんだったらなんかもっとちょっとふざけたくなっちゃいますよねはいあの違います私の私はあのセリフを言うって決まってるので助けてみたいなことを言いましただとだとしたらめっちゃ長いセリフ言ってる人ド M すぎんおじさん死にたいと思ったことある人たちすごいめっちゃあれじゃない <laughs> めちゃくちゃさ どうでな,すぎないなんでその自分に貸しているんだおじさん名前なんてどうでもいいよとかも難しくないあおいちゃんさんかぼちゃありがとうございますニコラスさんもかぼちゃありがとうございます切り抜いてツイッター載せるかな載せちゃダメだよ <laughs> 載せちゃダメだよあれ自分がお金払ってるんだからさ無料で人に見せなやめようもったいないしイエイ ピーップ団長さんコンボありがとうございます <laughs> 自分で考えたのと思ったうわ自分で考えたって言っとけばよかったですそしたら手柄を横取りすればよかった <laughs> すごいその前にひじりとこう顔をこう見合わせる振りがあるんですけどその時に私はリハでひじに「どうしようやばいやばいどうしようどうしよう無理かもどうしよう,無理,う,しよう無理かも」ってずっと言ってたのねそしたら本番のひじがすごい「頑張れ」って顔してくれたから「頑張ってくるね」って顔しときました 本当と歌抜きるので私ひじにどうしようどうしようね無理かも無理かも無理かもどうしようどうしよう無理かもっやったことをずっと <laughs> 絡みました絡んでてあの歩いていく時くらいにちゃんとあのニヤニヤするのやめてシっていう顔をしておきましたそうですねのぞみさんかぼちゃありがとうございますそうどうしよう無理かもどうしよう無理かもやばい無理かも っ <laughs> って言って言まししたでですすよよねちゃゃんんとななき本当はでも真面目にやりましたちゃんとでもリハよりも本番の方が多分なんかよかしとめと思いますなんかリハね短かった意外とドーンが速いと思ってさ「あっドーンにドーンに負けたらどうしようドンよりも早くいかないと」と思ったらすごい早口になってしまうよねっていうでもあ真面目にやりました やっぱ真面目が一番だと思うんですよ私そう思いませんかめっちゃ思うわかるそれなああっちでそれな前髪をさあごめんね関係ない話なんですけど前髪を切れたらい,いんですよパッツンにしたいのねなんかやっぱまつげ茶色にしてるからかなうん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 そうあのー 前髪をパッツンにしたいんですよ私パッツンの女の子がすごく好きでしてそして冬とかだと質よりねごめんなさいあの私の好みなんですけど私結構冬の女の子大好きでいや春も夏も秋も大好きなんですけど冬って女の子ちょっとちょっといつにも増して素敵に見えてしまう現象ありますよねで私はそれに伴って前髪をパッツンにしたいんですよ前髪パッツンの冬の女の子が大好きなんです私えっとか前髪パッツンが大好きなんです私はだから そうあのパッツンにしたーいなーと思ってでも私なんか生え癖的にここで分け,分けちゃうのね髪の毛がここで分かれちゃうの絶対だからこうパッツンにしてもここがちょっとこうなんかあっ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 ってなっちゃうわけこれが私本当に嫌で私のこう求めてるパッツンのレベルと自分のパッツンのレベルがこう合ってないのよどうしてもそこまで届かないわけ私の力じゃだから 無理じゃんってなってだからパッツンを封印してるんですよごめんなさいなん,かなんかごめんねすごいなんか大げさな言い方してるんだけどずっとあただしてないだけですあのできないからただうまくできないからやってないだけのことをすごい大げさに言ってますそうだからできなくてで私は同時に前髪を流したいんですよ前髪をこう伸ばしたいのここら辺までであの子パッて分けたいんですよで私そういう女の子も大好きなのか分かりますか分かるよねだから なんですよね、あの多分ごめんなさいねあの皆さんだっての前髪の重要度がどれくらいかわかんないけど多分だけどみんなが思ってるよりも私500倍くらい前髪のこと大事にしててそんな軽い気持ちで切ったり巻いたりとかできないのごめんねなんかちょっとあのほどになんか切っちゃいますイエーイみたいな感じのテンションじゃないんですよごめんみん,なみんなにとっての前髪がどれくらいかわかんないけどね知らんけどでも結構私とってはこれ重大問題なわけ。 だからこれを、まあ、ぶっちゃけみんなに聞いたところでみんなが「じゃあパッツンがいいと思うよ」って言ったら「わかりますパッツンに切ります」とかは言わないんだよぶっちゃけ。ごめねすごいこういうことを言っといてあれだけどでも私は前髪を伸ばしたいしパッツンにしたいのでもこれってかなり難しいんですよこのパッツンの長さでこう分けるのってあのー。 でできるんですけどうまい人私うまくないからできなくて前髪分けたことないから人生で私いつも前髪あったからできなくて自分で,で自分ができなかったら意味ないわけじゃないですかそんな毎,毎日毎日さなんかメイクさんか美容師さんにセットしてもらう立場でもないしこん悩んでるんですよね今の今の一番の悩みなんですけどでまず可愛いい女の子の写真を見ますパッツンの女の子見ますやっぱパッツンにするか。 頑張ればできると思うんだよね分厚めだったらできるかなっ次スライドしますしたら次髪,髪の毛が前髪分けてるここ出てきますそしたらやっぱ前髪伸ばすかーってなるうこれはずっと悩んだんだよねもう毎日毎日悩んでけねだから私最近 TikTok を多く載せてるの私 TikTok を最近見るようになったんですよ 私のマジで女の子しか出てこなくてか可いい子可愛い子だけしかいないのもう可愛い女の子スライドかわいい女の子スライドかわいい女の子みたいなそのためにうわこの前髪いいなあこの前髪いいなやっぱこれかーみたいな感じになっちゃって私どうしたらいいか分かんないんだよねのぞみさんハートありがとうございますそうでもとりあえず一つやることは今の自分の前髪はマジで気に入っていないということですなんか長いんですよね中途半端みたいな感じ ななんんだだよよねね中途半端なんだよ、ね、つまり何が言いたいかというとうんつかなんか今日ちょっと不作だわ今日不作だから前髪とかの話じゃないかもそうなんかみんなが冗談でなんかねこうなんか前髪こうしちゃえばとか言われてもなんか私暮らすともうバカにするなよっていう気持ちなわけ何よあなたに私の前髪の何が分かるのよっていう感じなわけ 気持ちなのだからみ私の前髪はみんなで言う全頭全部の髪の毛いやもっとかな多分みんなの髪の毛よりも私の前髪の方が多分大事だああどれくらいかな人生み感じ <laughs> ちょっとおいですねさすがになんですけどまあ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 そんなもんなの前髪が決まれば顔なんて3割増しに見えるんだから私の場合はね人によると思うけど。 だから前髪って本当にすごく大事なのだからねもう本当に私人生なわけ前髪を可愛くするために生きてるの前髪を上手にできないんだったら前髪なんてない方がいいんだよってことで前髪を伸ばしたいんですはいありがとうございましたそういうことなんですよでパッツンにしたいよもうなんかこうパッなんて言えばいいと無造作みたいな なんか可愛い冬は無雑草が可愛いいと思うんですよいや別夏も可愛いんですけどね。なんかなんて言えば言っちゃろなんかナチュラルな感じカチカチの前髪固めてんのも私も大好きなんだけど最近はちょっと自然ちょっと髪の毛サッてしただけですけどみたいな感じのに憧れてて。 まあもう20歳ですしそういうなんかこうさっみたいなわかりますか伝わってますかこの感じ伝わってないねきっとねなんかちょっと伝わってなさそうな気がするなんかこうナチュラルみたいなのが私はちょっと今なりたい気分みたいなナチュラル気分みたいなちょっとね難しいねこれね伝わんないかもしれないけどまあだからってことよ難しいね でも,難しいね、でもねそしたらねそれで言うとまあ髪のく染めたくなっちゃうんだよねっていうわかりますかだとしたらもうちょっと茶髪とかの方がいいなーって今思っちゃってるんですけど伝わるのは期待しないでだってじゃあ私配信する意味ないんですけど <laughs> 私の言葉が伝わらないんだったら私配信してる意味ないやんみんなが頑張ってよちょっと汲み取ってほしい値のこのメッセージを。 メッセージ頼みますよそんな私意味わかんない言葉をずっと喋ってるだけだったら配信しなくていいもんそんな独り言,言言ってればいい話だもん私の配信に意味を持たせてください皆さんお願いしますまあそんなんだからさそんなんだからまあ何が言いたいかというと、まあ、美容室に行けってことですよ美容室に行けば美容師さんに私 髪の毛をこうしたいんですって言ったら考えてくださって前髪をこうパツンっていうか前髪愛にもできるし流しにもできるっていうふうに切ってもらえばいい話だから美容院に行けって話ですよねみんな今そう思ったよね結局いや私もずっとそう思っててなんで言ってないんだろうねっていうことですおまの方が茶髪にしたい気持ちはいまだにわからないようかな へ女の子じゃないってことなのかなあなたが。じゃあ分かんないんじゃないとか別に茶髪にしたくない人もいると思うべ。男の子だって茶髪にしたい子もいると思うべ。関係ないべ。多分あなたが茶髪好きじゃないだけだよそれ。でもみんな黒髪好きないって多いですよねなんでですかでもなんかさ言うじゃないですか,なんかこう茶髪じゃなくて黒髪の方がなんかちょっと純粋そうみたいなイメージじゃねっていう。 私髪の毛染めたって人間性変わんないからみんな安心しないよほとんどの人が多分そうだで大丈夫だよそんな髪の毛染めたくらいで人が変わったらどうするんですかってことですよそんな簡単に人間は変われないということでですはい皆さん甘く見ないの な人間髪の毛染めただけで人間変われるんだったら私100回くらい染めてるわよ <laughs> じゃない大丈夫だよまあでもいますよね黒髪派とか金髪派とかいると思います女の子でもさ言うじゃないこの押し面が髪の毛染めて嫌だみたいなだからまあそれは別に否定じゃないけど別にそうですね真っ、まあ、黒だとねなんかあのコントラストがはっきりしますよねみたいな だから前髪述べるの目てんの気づいてしまった瞬間にさもうハサミハサミハサミってなるよね。私もなります。こんな時聞き切ったりしないのえ、髪の前髪の話ですか前髪を切りますよ。次の髪色、私は今したいのはミルクティーみたいな色。ミルクティーなんちょかみたいな色。好きですね。かわいですよね。 初めて握手した時と配信の姿がやっぱすごく衰えてる。え、初めて昔かな昔の私はね、ほんとにマジでなんか、あ、来てくれてありがとうございます。あ、そうなんですね。あ、ありがとうございます。あ、はい、はい、あ、頑張ります。ありがとう、バイバイ。みたいな感じだったからね。ちょっと緊張しちゃってたね。最近の握手こんな感じだと思います、結構。イえーイい来てくれてありがとうみたいな。 人変わってるんですよ髪の毛染めてないけど私あおいちゃんさんだるまありがとうございますそう昔本当に結構人見知っちゃってましたねなんかもうえあこんにちはみたいな感じになっちゃってました反省反省って感じそうそうみんなにになんかちょっとね なんかえ緊張してるみたいなこと言われてなんかあはいはいもう声も多分本当にこれくらいしか出せなかったちょっとまあ今となっては全然どこまででも出せるよみたいな感じまあみんなの方が声ちっちゃいよねみたいな俺の方が勝ってるよ声量勝ってるよみたいな部分はありますよはいでも別にあの私ふだからこのテンションというわけではないです普段は最初の方が似てます普段はもうなんかもあはーい」みたいな なるほど、みたいな感じなんですけどでもさ生きてるときは全然違いますねそう人と話すときはそれ元気にしゃべるよって感じ同期と話してるの見てたらこっちがお寺と感じるだってあなたは私と同期が話してるとこ生で見たことがあるんですが生で見たら違うかもしんないよってかえわ分かんない人には人ってなんか日によりませんそんなことない私全然日によってさ人変わるんだよね多分4人くらいいて私 そうなんですよあの本当に今こんなに元気だけど朝全然元気なかったりとかなんだろうねな難しいなでも私猫かぶってるって言われるとすごいちょっとイラっときますねなんかえかぶってないんだが全部全部本当の私なんだがって思いますどうなんだろうみんな一人ですかみんな一人なのわかんないねまあでも別にいいじゃない皆さんから見えてる私が本当の私だと思いますきっと 私のもうあのトップオブインの私は別にいますけど <laughs> トップオブインの私は多分誰も見たことないと思いますけどでもそういう私以外はほとんどなんかこ,こんなんですよねねわ <laughs> かんないよねっていうイエーイはいおおびっくりしたおし居からメールが届きました ありがとうございます。そして五十八分なっちゃいまーす。プルプルドンさんめっちゃ可愛いありがとうございます。あおいちゃんさん、いいね。ありがとうございます。ランキング読みまーす。え十歳のぞみさん、ありがとうございます。十二おたまらさしこさん、ありがとうございます。十一歳、とぐまさん、ありがとうございます。十一位、あおいちゃんさん、ありがとうございます。九位、チェンさん、ありがとうございます。8位、え、え、えうりかさん、ありがとうございます。七位、にしぷさん、ありがとうございます。六位、ぽんたろさん、ありがとうございます。 えー、5位フランさんありがとうございます4位ホコくんさんありがとうございます3位プルプルドンさんありがとうございます2位ヒロニャンさんありがとうございます1位ニコラさんありがとうございますあ頑張っていっぱい喋りましたあ TikTok あげたから見てくださいあスクショしたいって言ってたけど今日ブスだけどいいかな はい、終わり。はい、それでは、皆さん、さようなら。明日も頑張ってください。金曜日ですね。はい、皆さん、さようなら。バイバイ、おやすみなさい。切ります。見てくれてありがとうございました。また見に来てくださいませ。